ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家。空剣島っていうなんてことない島の、ラーゼンボーデンっていうなんてことない村。そこでなんてことない私は暮らしている。なんてことない日々を変えたいと焦がれながら。私はライザ・リンシュタート、通称はライザ。なんてことない農家の娘。私は今日も京都で屋根裏にある私の部屋で仲間たちと密かな計画を話し合っている。この退屈ななんてことない日々を打ち破る痛快で素晴らしい計画を実現するために、歓喜も迫る青くて深い夏の空は絶好の冒険日和だ。お父さんが毎度麦の気持ちを考えろって言うから、つい私麦じゃなくて人間だよって答えて。お父さんが毎度麦、
コップね、コップね、コップねがあれば対岸まではひとっ飛び。アガーテ姉さんに見つかったら面倒だ。早く立ち去ろう。
どう？我が秘密の船着き場はちゃんと小舟もあるでしょ。ああ、あるにはあるな。随分とボロっちいのが。なるほど、それで最初からこっちを使わなかったのか。こんなオンボロで本当に対岸まで渡れるの？途中で沈みそう。つうかここ秘密も何もおっさんどもが釣りの時に使ってる場所じゃねえか。だから小舟も最低限のオンボロしかないんだ。ああもう男二人でグダグダと。冒険なのよ冒険。今まあそりゃそうだ。僕はそもそもあんまり気が進まない。まずは対岸に渡るところから冒険は始まるのよ。村の連中が近づかない場所に挑んだり、街道をたどって先の先まで進んだり、みんなが怖がってる街道の西側にも入ったり。あの辺りは禁足地じゃないか。危ないし怒られるだろうし絶対ダメだよ。何言ってるのよ。冒険ってのはそういう場所をあえて踏み越えていくもんでしょう。それに北の山の果てに輝いて見えてるあの塔にだって。でしょレント。ああ冒険して強くなって俺の実力を村の奴らに認めさせる。ああレントまで燃え上がっちゃった。分かったら行くわよ。大いなる冒険の旅へいざ出発。なんてことない私は今日ついに一歩を踏み出す。当たり前の生活にないものを求めて島の外へ。噂の商人さんはまだ来てないみたいね。そうみたいだな。どうするんだ、来るまでここで隠れて待ってるか。何のんきなこと言ってんのよ。商人を見に行こうとは言ったけど一番の目的は違うでしょ。なんだっけ。もう島の外への冒険だよ。せっかくなんだから冒険しようよ。冒険だってどこに行けばいいんだよ。このまま街道をたどっていくか。それもいいけど守り手の誰かと始め。あそこから森に入れそうじゃない。行ってみようよ。あそこは確か小妖精の森とか言ったっけか。本当に行くの？やだ。そんなの行ってみなきゃわからないじゃない。大丈夫大丈夫、早速冒険だ。
ここが照妖精の森？こんなに近いのに村の人は誰も入らないんだよね。そう怯えるなって。船着き場の真横だぞ。どうせ弱い魔物しか出ないさ。冒険の第一歩からそんなじゃ先が思いやられるわね。わざわざこんな怖いことやってるの村でも僕らだけなんだろうな。これが冒険に挑むってことよ。さあ、いつまでも喋ってない。おう。出会うわよ。腕試しだ。行くぞ。さあ行くぜ。こんなことでへばってたらお話。ここは森の中にこんな開けた場所があるなんて。クリント王国の遺跡だよ。村にもいっぱいあるだろ。それほど大きくはないね。森の見張り小屋か何かだったのかな。おいおい、迂闊に走るなよ。魔物に襲われても知らないぞ。ライザー、たく言わんこっちゃないって。私はここだよ。だよな。じゃあ誰だ。どうでもいいでしょう。タオも行くぞ。
襲われてる子を見て放っておけないじゃない。助けを求める女の子を守って戦うか冒険の出だしとしては上出来だぜ。一気にやっちゃおう。今だ。行くよ。せい。そこ。せい。今だ。おりゃ。そこ。もう終わりかよ。よし、勝てたよな。うん、なんとかなったよ。もう、本当勘弁してよ。あなた大丈夫？怪我とかしてない？助けてくれてどうもありがとう。森で迷ってたらさっきの魔物に。災難だったね。とにかく森を出ちゃおう。森を出るってのは大賛成だよ。早く行こう。そう慌てるなよ。にしても初めてなのに俺たちなかなかうまくやってるんじゃないか。うん、女の子の危機を助けて帰還、レントじゃないけどまずまずの成果よね。それじゃ急いで引き上げよう。おう。私はライザリンシュタート。ライザでいいよ。あっちはレントとタオね。適当な紹介だな。別にいいけどさ私はクラウディア・バレンツ。旅の商人をしてるお父さんについてここに来たの。もしかしてそのお父さんって村にやってくるっていう噂の商人さんだったりかもな。ところでさっきから大事そうに抱えてるそれ何なんだ。うん、これは言いたくないなら別にいいよ。レントってば無神経だから。お前な。で、うわ、前前厳しいんじゃない？さあ、行くよ。今だ。みんな、ごめん。そこ。しまった。くそ、こっちの攻撃。ダメだ。そうは言ってもその逃げ来るぞ。いざとなったら俺が食い止める。そんなことできないよ。確かにお前程度の腕では食い止めることすらできそうにないな。
目をつぶれ。誰？程度の腕でよくこんなところに入ってきたな。呆れた奴らだ。それよりさっきのドカンってなったの、あれは錬金術だ。まあ簡単なものだがな。錬金術？アンペル、悠長に話している場合じゃないだろう。標的をおまけ付きで発見したんだ。船着き場に戻ろう。わかっているリラ。お前たち、話は後だ。まず森を出るぞ。わかった。錬金術、あんなすごいの初めて見た。なんだろう、冒険のこと考えるのと同じくらい今すごく胸がドキドキしてる。